こんにちは、駄菓子屋ゲーマーブースカンの木です。今回の動画はね、ゲストの方が来てるんでね、一緒にいろいろやりたいと思うんですけどね。ではね、早速ゲストの方お呼びしたいと思います。ではゲストの方どうぞ。はい、どうも、美少年さんです。ね、いつもね、ガチャガチャとかくじとかやってくれる人なんですけど、前回のね、動画アップしたらね、あの人は何面白いとかね、コメントとか、あと実際に遊びに来た人がね、結構感想をくれて盛り上がってたんですよ。いや、びっくりしましたね、それは。ね、でも、じゃあもう一緒のこと、もう美少年おじさんって名乗っちゃおうって感じになりましてね。こういうキャラクターに作ることで結構、嬉しいっていうか、いいと思うんで、はい、でもね、反響はあるとやっぱ良かったんじゃないですか。いや、嬉しかったです、本当にこれは。ね、本当だってコメント欄とかもそうなんだけど、やっぱ、ね、実際に遊びに来た人がね、感想を言うぐらい、あの人面白いねっていうぐらいですからね。いや、こんなに人気あると思わなかったですね、本当に。ね、やっぱり、でも、もう半年、4、5ヶ月ぐらいやってましたっけ。やってましたね、はい、ね、月1でね。で、もうコメント欄にね、もうもう準レギュラーにしちゃえばみたいな感じのコメントもあっていやー、嬉しかったですね、それは。本当にそんな、ね、もう、準レギュラーにしてもらうなんて、本当にやっぱね、もう光栄でございますので、楽しみにしてる人がいるってことなんですね。ではね、これからはね、もう、準レギュラーとしてね、このチャンネルの準レギュラーとして頑張ってほしいですね。はい、わかりました。じゃあ、よろしくお願いします。はい、はい。じゃあね、こう、準レギュラーとしての抱負を、じゃあ、こう、ちょっと語ってもらいましょうかね。じゃあ、これからも、駄菓子屋ゲーム博物館チャンネルをよろしくお願いします。で、例えばじゃあこういうどういうことしていこうとか、なんかこういうふうにしていこうとかありますか。いや、もう基本的にガチャガチャは、全部やろうと思ってるんで、あとはもう、はい、あとは、ゲームはちょっともしできればやりたいと思うんで、誰かと対決とか、できればなんですけど、それはちょっと、あとあとで、はい。じゃあ今日もじゃあ氷のガチャガチャですかね。はい、じゃあ早速ね、じゃあ、はい、外のガチャガチャコーナー行ってみましょうか。はい、行きましょう。それでは外のガチャガチャコーナーに来ました、ね、いろんなガチャガチャありますけどね。じゃあ今日はどのガチャガチャにしましょうか。今日は昭和レトロシリーズの鍵ガチャで。あ、はい、鍵ガチャ、これね、まだこれやってなかったですよね、はい。これ昔のね、昭和のゲーム機の鍵が当たるってやつなんでね、外れもいろいろあるんですけど、でもじゃあ早速やってみましょうか。はい、じゃあやりましょう。はい、じゃあいきます。じゃあ1回目、はい。お、何が出ました？あ、これはパチンコ玉ですね。パチンコですか。昭和レトロのパチンコ玉ですね。それもね、昔のもう30年前のパチンコ玉なんでね。ああ、そうですか。じゃあ、ます。大事にね、はい、来てください。はい、じゃあ、いきます、はい。お、美少年氏ですね。やっぱ、まあ、これはもうとしてはやっぱこれが欲しかったですね。これはもうね、絶対に、外せないんで。私にとっちゃ、はい。美少年好きですか。いや、もう好きと言わなきゃいけないですね。もうここまで来ちゃうとね、はい。じゃあ次行ってみましょうか。はい、行きます。ね、だってね、もう美少年おじさんって名乗っといて美少年嫌いじゃ、ね。まあ、そうですね。はい、じゃあ3回目行きます。3回目。お、あ、これはスーパーボールですね。はい、なんかちょっと残念そうですね。いやー、まあこれはスーパーボールよりなんか他のなんか欲しいものが出た方が良かった感じですか。いやー、別にそれはまあこれでもまあ珍しいと思うんで、一応もらってます。じゃあ、はい、じゃあ次4回目ですかね。はい、4回目いきます。あ、またこのビー玉ですね。はい、ビー玉で何か思い出あります？いや、ビー玉は本当にね、あんまり遊んでないんでね、そこまでないんでね、まだスーパーボールのは結構遊んでたんでね。へえ、はい、あんま思い入れがない。申し訳ないですけど。じゃあまあ次行ってみましょうか。次行きましょうか。5回目ですね。はい、行きます。ガチャガチャ好きですか。いや、もう好きじゃなきゃダメですよね。あ、まだパチンコ出ますね。あ、今回はちょっとなんかねえ、楽しみにしてるあれが出ないですね。あれ出ないですね。いや、結構ね、なんかそうですね、この動画見てる人もね、あれが出た方が喜ぶんですよね。そうですと思うんで、もうあれを狙い違うか、ちょっと。
じゃあ、いきます。はい、じゃあ、6回目で。あ、来ましたね。来ましたね。言って、いや、言ってる先に。はい、じゃあ、美少年。美少年シールですね。はい。どうですか、好みのタイプの美少年ですか。いやー、どうでしょうね。ちょっとこれはまだ、まあ、あとじっくりと。じゃあ、次のシール。あれ、もう何回目でしたっけ。次、7回目ですね。はい、じゃあ、7回目いきます。あ、また美少年ですね。3枚目ですね。こっから美少年、あれかな、ラッシュかな。やっぱりね、美少年が出ないとね、まあ面白くないですからね、やっぱし、最近なんか お気に入りの美少年います。いやそんなに今あのいないですね。ちょっと今もうちょっともう探してみたいと思うんで、はい、そうですか。まあね、日々美少年を探してるということでね、ということで、じゃあいきます。じゃあ1回目で。お、また美少年。まあこれはもうここからもうラッシュでいきますので。またさっきの美少年とはちょっと違うタイプですね。はい、どうです、さっきのと今回のどっちが濃い。まあ、こっちの方がまあ少しだと思うんですけど、まあこれはもうあれですね、まあ一応好みなんで。ワイルド系よりはこう本当の美少年タイプの好みっていう感じですかね。まあそうなりますかね。だんだんじゃあ好みが分かってきましたね。はい、じゃあ行きましょうか。次、じゃあ9回目いきます。お、出た。これは見ましょうか。当たりかな。はい、お、出ました、出ましたね。昭和レトロな鍵が当たりました。あー、嬉しいですね。これももう35年ぐらい前のやつかな。あ、うん、もう超レアな感じなんでね。なるほど。どうです、これゲットしてみて。いやー、ちょっとあれですね、嬉しいですね。まあ昔こういうの意外と見てたんですけど、まあまあ一応欲しいとは思ったんで、やっぱ、ゲーム好きだったんで。はい、じゃあこの鍵と美少年シールだったらどっちが欲しいですか。それ難しいですね、意外と。じゃあどちらかっていうと、まあどちらかっていうとまだ鍵の方なんですかね。なるほど。まあね、今回ねこのメインがねこの鍵ですからね、まあ美少年も好きだけれども、まあまあこっちの鍵の方がいいっていう。まあこれは今回はそうですね、申し訳ないですけど、はい、美少年おじさんとしては本当は、まあ美少年シーズンの方が本当は好きって言わなきゃいけないですけど、まあこれはしょうがないですね。はい、申し訳ないです。まあそうですよね。わかりました。じゃあ今回はね無事何回でしたっけ。10回ですね。はい、10回、ちょうど10回ですか。わかりました。じゃあね、10回目でこのね鍵が当たったってことですね。ではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。全国の一びっくり諸君、駄菓子屋ゲーム博物館に遊びに来てくれな。運が良ければ美少年おじさんに会えるかもしれないぞ。